アンドレア・フエンテス・ファチェは、スペイン・カタルーニャ州タラゴーの県ンバイス出身のアーティスティックスイミング選手。オリンピックでは、計4個、世界水泳選手権では、計1 6個、ヨーロッパ水泳選手権では、計1 1個のメダルを獲得しており、スペインで最も大きな成功を収めたアーティスティックスイミング選手である。テニスのアランチャ・サンチェス・ビカリを競泳のミレーア・ベルモンテと並んで、 オリンピックのメダル数はスペイン人女性として最多タイである。1999年に初めてスペイン代表に選ばれた。2004年にはギリシャアテネで開催された2004年アテネオリンピックに出場した。2008年にはオランダイントホーフェンで開催されたヨーロッパ水泳選手権に出場し、デュエットと チームとコンビネーションで金メダルを獲得した。2008年には中国、北京で開催された2008年北京オリンピックに出場し、デュエットとチームでそれぞれ銀メダルを獲得した。2009年にはイタリア・ローマで開催された世界水泳選手権に出場し、ソロフリーで金メダルを獲得した。2012年にはオランダ・イント・ホーフェンで開催された。 ヨーロッパ選手権に出場し、チームとコンビネーションで金メダルを獲得した。2012年にはイギリスロンドンで開催された2012年ロンドンオリンピックに出場し、デュエットで銀メダルをチームで銅メダルを獲得した。王立スペイン水泳連盟やスペイン代表ヘッドコーチであるアナタレスとの確執などもあり、2013年1月に主要大会から退いた。 現役引退後はアーティスティックスイミングの指導者となった。2014年体操競技選手のビクトルカノとの間に息子が生まれた。妹のティナ・フエンテスもアーティスティックスイミング選手であり、2004年のアテネオリンピックに出場している。ありがとうございます。